右に3メートル進んで、1回ジャンプ。ちょっとびっくりしたんだけど、わー。ちょっと、あれって、大丈夫ですか？大丈夫ですか？大変。大怪我だわ、すぐ救急車呼びますね。霊夢。ゴー君、ちょうどよかったわ。この人の応急処置手伝ってくれる。さっき自転車で事故に遭って大怪我したみたいなの。ああ、俺も事故るところに出たよ。任せて、よし。俺が水たまりでジャンプすることによって自転車事故というイベントが発生し、霊夢と偶然居合わせるタイミングが 0.25 秒早くなり、さらに怪我人の解放という新たなイベントが発生する。これはかなりいいルートを見つけたな。苦しい。大変。とっても苦しそう。お怪我の方大丈夫でございますか？いやあのさ。どうしたんだ、霊夢。ゴー君さ、なんか、なんというか。最近無駄な動き多くない？無駄な動きなんてしてないよ。むしろ無駄な動きこそ今の俺に最も必要な動きなんだ。今、こうして喋ってるこの瞬間もね。ゴー君ってなんか、不思議ね。そう、今、俺の身にはとても不思議なことが降りかかっている。あれからもう何年だろうか。いや、3ヶ月前と言った方がいいだろうか。すみませんでした。先生、歴史の暗記ドリル、やるの忘れてました。何言ってんだよ、そんな宿題出してねえよ。え、あれですよ、20ページもある分厚いプリントの束。20ページ、いくら俺でもそんな鬼みたいな宿題出さねえよ。だってそりゃ夏休みの宿題だから、いつもより量多いのは当たり前でしょ。な、夏休み、面白い冗談よな、まだ5月だろうが。え、5月、おいおい、大丈夫かよ、先生さすがに仕事すぎたか。存在自体を完全に忘れていた歴史の暗記問題集の宿題を、徹夜で終わらせようとして結局間に合わなかった8月31日、その翌日、机の上で目を覚ました俺は、どういうわけか9月1日ではなく、5月31日に逆戻りしていたのだ。その夜、俺のノートパソコンを起動してみると、不可解なものが映し出されたまま、使えなくなっていた。ピンク色の画面に、大きなハートマークが映し出されていた。ミッション、結婚、なんだこれ、誰かと結婚しなきゃいけないのか。どうすればいいのかもよくわからなかった俺は、とりあえず8月31日まで何も変わらない、普通の毎日を過ごしてみた。そして8月31日、宿題の終わらぬまま眠りについた、その翌朝。またしても5月31日に戻っていた。そうして3ヶ月の期間を延々とループする生活を送っているうち、俺はあることに気づいた。あのノートパソコンに映し出された、ミッション結婚、の文字。あれが、もし9月1日になる前に誰かと結婚しなければ、5月31日に時間を引き戻す、という意味だと仮定しよう。X デーとなる9月1日はどういうわけか。俺の18歳の誕生日だ。日本の法律では男子の結婚は18歳から可能である。俺が9月1日を取り戻す方法があるとするならば、日付が8月31日から9月1日に変わる瞬間に結婚すること、それしかない。俺は8月31日の日付が変わる瞬間、時計がどのように動くのかを確かめてみた。あれ、9月1日普通になっちゃったぞ。もしかして俺、ループから抜け出せた。結局5月31日には戻っていた。しかし9月1日に変わった後の数秒間は時間の巻き戻り現象が起きないことも確認できた。つまりその数秒間の間に俺が誰かと結婚すれば、俺はこの時間のループから抜け出せる。俺があの子、白霊霊夢と出会ったのは、俺の計算ではなく、偶然だった。なんだ、この犬っころ、犬のくせに直立しやがって。ちょ待てや、痛いわクソボケが。なんですか、許してください何でもします。から、マメちゃん、ダメでしょ、道歩いてる人にちょっかいかけちゃ。すみません、うちのマメが。いやいや、元気なのはいいことだよ。この子はなんで当たり前のように二足歩行してるんだい。この子、なぜか外で散歩させると必ず二足歩行しだすんです。きっと周りの人たちの真似をしようとしてるんだと思いますけど。そうなんだ、面白い犬っころだね。そうなんですよ、すみませんご迷惑かけて。ほら、マメ、行くよ、マメ。ごめん、なんか懐いちゃったみたい。もしよければ、近くまでなら散歩について行ってあげるよ。霊夢の飼い犬である豆が、見知らぬ俺になぜか懐いてくれたおかげで、俺は見知らぬ通行人、霊夢とすぐに仲良くなれた。霊夢は俺と同じ18歳。隣町の私立高校に通っている才色兼備な子だ。何回時間が巻き戻っても、俺は同じ時間にあの駅前を散歩すれば、必ずあの犬っころと遭遇することが分かった。そして、あの子とも必ず会えることも分かった。そうして俺の攻略ルート。っていうのも何か嫌な感じがするが、偶然出会った少女、霊夢に俺の運命を託すことにした。でさ、その後ノリで朝まで飲んじゃってさ、俺の鬱陶しい愚痴に朝まで付き合ってくれて本当いい先輩なんだよね。あれ？どうしたの？あそこ、なんか落ちてるよ。誰の財布だろう、交番に届けなきゃ。あの、すみません、この辺りに財布落ちてませんでしたか？あ、すぐそこに落ちてたんだけど、君の。あ、まさしくこれです、ありがとうございます。あの、もしよろしければお礼にこれからご馳走させてください。そんな、とんでもないよ、気持ちだけでありがたいよ。いえ、もう何かお礼しないと気が済まないんです。うん、私お腹減ってきちゃったし、甘えさせてもらっちゃおうかしら。え、マジで？いらっしゃいませ。
お客様3名様でよろしいでしょうか。はい。それで歯を席の方ご案内させていただきますね。こちらにどうぞ。俺と霊夢の前に、この緑髪の女が現れたのは、突然のことだった。だいたい1万回くらい時間が巻き戻った頃だろうか。なぜかこの見知らぬ女からの誘いにノリノリだった霊夢を見て、もしかして俺と二人きりが嫌だったのかな、とか、俺は霊夢に友達としか思われてないのかな、とか、いろいろ勘ぐって勝手に落ち込んでいた。だからこの日は食事が全く喉を通らなかった。ごめんね、わざわざご馳走してもらっちゃって。名前なんて言うの？私さないって言うの、よろしくね。あなたは？俺はゴーって言うんだ。車を3つ書いてゴー。大胆でしょ。そんなこと言ってもさないちゃん困っちゃうでしょ。あ、私は霊夢。よろしくね。よろしく。二人ってもしかして付き合ってるの？嫌だ、そんなんじゃないってば。やだな、俺たちは友達だよ。今は？今はって何よ、ちょっと意味深な感じにするのやめなさい、このドキュンネームが。ふっ、二人ともいい感じってことね。私この近くの高校に通う1年生なの。二人ともメール交換しない？もしよかったら定期的に二人ののろけ話とか聞きたいな。だからそういうんじゃないって。今は？だからその変な統治法やめなさいって。緑髪をしたさないという名前の16歳の高校2年生は、なんだかよくわからない奴だった。なんで付き合ってるの？とか聞いてきながら俺たちのデートに水を差すようなことをしたのか。財布拾った程度でなんでそこまでお礼にこだわるのか。そのお礼がなんでファミレスでの食事なのか。なんで霊夢は食いついてたのか。いろいろよくわからなかった。くそ。今回はいい感じだったのに、結局結婚に発展しないまま5月31日に戻ってしまった。でも霊夢のことはだいぶ分かってきた。この調子であの子を俺のものにしてやる。ふう、親の顔より見た駅前だぜ。ここを歩いてればもうじきあの犬っころがやってきて。この財布、どこかで見たことあるぞ。あ、さなえちゃんの財布だ。なんでこんなところに。すみません、それ私の財布です。拾ってくださったんですね。ありがとうございます。え、あ、どういたしまして。この財布とっても大切にしてたんですよ。よかったらお礼させてください。お礼。なんか変なことになったー。これあれだよね、ギャルデーとかでよくある選択肢間違えて攻略対象変わっちゃったやつだよね。頼むー、こいつどうでもいいから早く霊夢と出会わせてくれー。俺を霊夢と引き戻してくれー。あの、なになんか、君とは初めて会った気がしないんだよね。だってそうだもん、俺もお前の財布拾うの2回目だもん。てかいい加減財布の管理ぐらいしっかりしろよこいつ。何成功世界超えた先でもうっかり落としてんだよ。なんか、運命みたいなのを感じるんだよね。いや運命より財布の管理すらまともにできない自分のヤバさに危機感感じろよ。そ、こいつのせいで霊夢と出会う機会を失ってしまった。なんか知らんけど厄介だな。一刻も早く霊夢ルートに戻らなければ。夏休みも今日で最後だね。うん、あのさ、私たち付き合わない？ごめん、今はまだそういう気持ちにはなれないかな。そう、あ、そうだ。何？宿題終わらせてないでしょ。今回の3ヶ月は霊夢に出会うことすらできず、ほとんどさないに振り回される日々になってしまった。最悪だ。俺はすこぶるさないという女に興味がなかった。だけど俺はこんなことも考えていた。いっそさないと結婚してしまえばいいのではないか。さないのことがどうしても嫌になったら、時間の巻き戻り現象がなくなってから離婚なりなんなりすればいい。だが、ゴー君、今いつものファミレスで何してんの？ GPS で居場所分かってんだから、白状して。ちょっとトイレ借りてるだけだよ。待たせてるのは悪かった。今行くから。頼むから俺の持ち物に GPS 発信機紛れ込ませるのやめてくれよ。そう、この女、とんでもない束縛魔のメンヘラ女だったのだ。こんな女に離婚を訴えたらどんな目に遭うかわからない。だから俺は死んでもさないルートという地雷だけは避けなければならないのだ。この財布は無視しよう。財布を拾ったらさないルートに入ってしまう。それよりもまずはあの犬っころに懐かれなければ。すみません、財布を探しててつい慌ててしまいました。あの、お詫びと言ってはなんですが、怪我の手当てと夕飯の方ご馳走させてください。なんでこうなるの。くそ、またしても攻略対象が変わってしまった。こんな分岐が複雑なギャルゲーやったらクレームの嵐だわ。あの、はい、やっぱりあなたと私、初めて会った気がしないわ。奇遇だね。俺もそんなこと思ってた。この前こんな夢を見たんだ。俺の前に女の子がやってきて、俺はその子と付き合うんだ。見た目はそこそこ可愛いんだけど、俺のことをすごい束縛してきて、別れようって言っても聞く耳を持ってくれないんだ。俺はその女の子にいる場所、食事の献立、門限、ファッション、一日のスケジュールとか全部管理されて、厳しく自由を奪われた生活の中で俺は心を病んで、幸せになれないまま死んでいくんだ。ひどい夢だろ。ふふ、そうね。でも、君、女の子と二人きりの時に、そんな暗い話してちゃモテないよ。ごめん、俺モテるモテないとかあんま興味ないんだ。君、誕生日いつ？なんだよいきなり。9月1日だけど。奇遇だね、私も9月1日なんだ。お揃いだね。ゴー君。お前、なんで俺の名前を知ってるんだ。まだ名乗ってないぞ。知ってるよ。5月31日からずっとね。お前、まさか。そう、私も乱れた時の激流の中をさまよう身なの。ゴー君と一緒でね。さない。私も、ある日突然、9月1日を迎えることができず、この、間の3ヶ月に閉じ込められてしまったの。俺がお前と同じ境遇にいるって、なんでわかったんだ。だってあなただけ明らかに動きがおかしいんだもん。ある日偶然、自転車を転ばせてるあなたを見つけたの。あれは完全に普通の人間の動きじゃなかった。前や乱数を調節し、計算して機械的に動く、時が巻き戻ってる人しかやる必要のない動き。そうだ、
自分でもやってて恥ずかしかったが、5万回近くこの3ヶ月を繰り返してようやく見つけたルートなんだよ。このルートで自転車を転ばせることによって、3時間も霊夢と一緒に過ごす時間が増えた。確実に信頼度も上がった。だがせっかく見つけたルートも、お前が現れたせいで全部パーだ。また最速ルートを見つけようにも、お前が勝手に余計なことするからルート移転の問題なんだよ。そう、ルートを見つけられるのは、時間が巻き戻るたびに毎回決まった時間に決まった事柄が起きるから、コンピューターの制御するゲームのようにね。だけど、そのゲームにも、私という外部プレイヤーが現れてしまったせいで、何万回もリトライすることで最適解を見つけ出す方法は取れなくなってしまった。まあ、さしずめ、私はあなたにとってゲームをバグらせたウイルスってところかしら。ねえ、これってどういうことかわかる？もうあなたは私と結婚するしかないってこと。ふざけんな、俺はお前なんかに人生捧げることになるぐらいなら永遠に9月1日が来ない方がマシだよ。でも霊夢と結ばれる道が断たれた今、お互い事情をわかってる私たちで、9月1日に婚姻届を出しに行くしかないわ。口では簡単に言うけど、永遠に同じ時間が繰り返されるのってきっととんでもない苦痛よ。やっぱりお前と結婚はできない。なんでよ。お前は俺を何事からも縛りつけて、何も自由の利かない生活を強いてるじゃねえか。それって結局、今の3ヶ月という時間軸に縛られてる生活と同じくらい窮屈じゃねえか。違うの。それはあなたが霊夢の方ばっか向いてるから、霊夢の方行っちゃわないように、いつでも私のそばにいて欲しかっただけなの。犬みたいにリードしてなきゃ寄りつかない恋人なんて、恋人じゃねえんだよ。本当にお互い愛してるなら、リードなんかなくたって、体寄せ合って体も心も熱を分け合ってる。俺たちにはそれがないからお前は束縛することでそれを無理やりやってるだけじゃねえか。わかってる。でも、私霊夢より可愛くないから。そうでもしないとゴー君は振り向いてくれないじゃん。私はそんなの絶対嫌。それは自分勝手ってやつだろう。あとさっき霊夢と結婚する道は断たれたとかこざいてたけど、まだ方法は残ってるぜ。何をする気なの？お前には教えないよ。俺はこのまま8月31日までやり過ごさせてもらうぜ。じゃあな。待って。さっき、私と結婚するくらいなら永遠に9月1日が来ない方がマシって言ってたけど、私もそれは同じ。ゴー君以外と結婚するんだったら永遠に9月1日なんて来なくていい。9月1日を一緒に迎えるのはあなたじゃなきゃダメなの。本当に言っちゃうの。悪いな。俺なんかよりいい男なんて星の数ほどいるさ。そいつらでも探して捕まえてくればいいさ。よし。今度こそ、霊夢と結ばれてやる。俺はこの時間のループから抜け出せる。なんだ、この犬っころ、犬のくせに直立しやがって。ちょ待てや、痛いわクソボケが。何、何ですか、許してください何でもします。から。マメちゃん、ダメでしょ、道歩いてる人にちょっかいかけちゃ。俺はこれまで通り、霊夢と出会い、そして、俺なりに見つけた最適ルートで、急速に進行を深めていった。あんなに俺に執着していたサナエも、今回はなぜか邪魔をしてこなかった。そして、俺は思い切って、ある方法で霊夢に結婚したいという意思を打ち明けることにした。どうしたの？急に呼び出したりなんかして。霊夢、実は俺。どういうこと？ゴー君の言ってる意味がわからないわ。だから、俺は5月31日から9月1日の間に閉じ込められてしまってるんだ。それ、本当に言ってるの？私冗談とかわからないからね。あ？実は俺、あの日、あの駅前で豆に遭遇するのも最初から分かってた。そのおかげでこうして霊夢と出会えることも、その後君とどんな時間を過ごすことになるのかも、全部分かってた。俺は、君と出会う前から、ずっと君を知っていたんだ。それで、ゴー君は何回、あの日、あの駅前で私と豆に出会ったの？大体、もう10万回ぐらいはあの日の出会いを繰り返してる。ありえない、そんな証拠ないもの、何かのドッキリのつもり。お前、今日学校帰りにパフェの材料を買いに行ったよな。なんでそれを？今日霊夢は俺に内緒で、俺の大好きなチョコバナナパフェを作ってくれるんだ。それで霊夢の作ってくれたパフェを一緒に食べながら、霊夢の好きなハリーポッターを一緒に見るんだ。冷蔵庫の中身見ただけでしょ。霊夢、明日図書館に本を返しに行こうとしてるよな。そんなことまで。君は明日、図書館に向かう途中で自転車から転倒する人を見かけるんだ。そして、偶然だがそこに俺も居合わせる。でもそこに俺がいるのも偶然じゃない。そこで自転車の事故が起こると最初から分かってたから、俺はこの3ヶ月に起こること、全部知ってたんだよ。そして霊夢、俺は9月1日の午前0時を回ってから数秒以内に、君と結婚しなければならないんだ。結婚。9月1日になった瞬間、俺が18歳になった瞬間に結婚するのが、この時間のループから俺が解放される条件なんだ。だから、霊夢、結婚しよう。俺を救い出してくれ、頼む。うん？いいよ。ゴー君の言ってることが本当かどうかなんて関係ない。私、高校卒業したらパティシエになるために修行するつもりだったの。うん、それも知ってた。いつも8月31日になると、君が語ってくれた。もう付き合ったけどね。ゴー君と一緒の人生なら、私何も怖くない。ゴー君になら、私の人生を捧げてもいい。あ、俺も同じ気持ちだ、霊夢。ずっと一緒にいよう。ゴー君。ゴー君。ごめんね。やっぱり私、あなたとじゃなきゃダメみたいなの。いやー。